大化の改新。大化の改新は、飛鳥時代の高徳天皇2年、大化2年春正月講師日、西暦646年に発布された、改新の御事の理に基づく政治的改革。改新の御事の理は、大和政権の土地、人民支配の体制を廃止し、天皇を中心とする、律令国家成立を目指す内容となっている。この政治改革は、 皇玉天皇の皇居における、蘇我イルカ暗殺により、当時天皇を、次々と擁立したり廃したりするほど牽政を、誇っていた蘇我氏を滅亡させた木の富の変、一氏の変、おっしの変から始まった。当初、アスカから南馬への形式上の戦闘が行われたが、改革そのものは、天皇ではなく、皇玉大乗天皇とその親友とされる、中富の鎌たり、内津臣の主導のもと、 年和歌医療王子の協力によって推進された。この改革によって、豪族を中心とした政治から、天皇中心の政治へと移り変わったとされている。また、大化は、日本最初の元号である。この改革により、日本という国号と、天皇という称号の使用が始まったとされる。大化2年、646年1月に、改新の御事のりを出した。 この改新の御事のりをもって、大化の改新の始まりとする。ただし、藤原家の北面外堀から、己井戸氏10月上、国谷和兵松里、己井戸氏は、西暦699年と書かれた漢が1967年12月に掘り出され軍評論層に決着がつけられたとともに、改新の御事のりの文書は、日本初期編纂に再初書き換えられたことが、明らかになり、 大化の改新の諸政策は、後世の殉職であることが判明した。この時代に改革に向けた動きがあったことは確かとは、されているものの、律令国家建設と天皇への中央集権化は、木の富の変異前の水庫天皇、聖徳大子、蘇我馬子の功績であり、書かれていることは、史実ではないことに注意する必要がある。御事塗りとして出された、主な内容は、以下の史上である。 また、みことのりの4課状にないが、その他の制度に対しても、大きな改革が行われている。大化の改新には、検討士の持ってきた情報をもとに、党の官僚制と受教を積極的に受容した部分が見られる。しかしながら、従来の士族制度を一挙に改変することは、現実的ではないため、日本流にかなり変更されている部分が見受けられる。 政治制度の改革が進められる一方で、外交面では、高婿の原理を白木へ派遣して、人質を取る代わりに、すでに形外化していた、ミマナの長を廃止して、朝鮮三国、高ウクリ、クダラ、白木との外交問題を整理して、緊張を和らげた。東栄は、県東市を派遣して、友好関係を保ちつつ、中華文明の先進的な法制度や、文化の輸入に努めた。また、 腰に、ぬたりの策と岩ワに策を設けて、東北地方のエゾに備えた。ただ、改革は、決して順調とは言えなかった。大化四年、六百四十八年の簡易十三回の、施行の際に左優良大臣が、新生の冠の着用を拒んだと、日本書紀にあることがそれを物語っている。翌大化五年、六百四十九年左大臣、安倍内麻呂が死去し、 その直後に、右大臣、蘇我倉の山田石川のマロが、無本の権威がかけられ、山田寺で自殺する。後に無実であることが明らかとなるが、政情は不安定化し、この頃から、大胆な政治改革の動きは少なくなる。六百五十年に年号が白地と改められ、この改元をもって、大化の改新の終わりとされた。蘇我氏は、蘇我稲目、孫、えぞ、 イルカの四代にわたり、政権を掌握していた。中富の鎌足り、後の藤原鎌足りは、蘇我氏による戦争に行き通り、大王家、皇室へ権力を取り戻すため、まず慶美子、後の皇徳天皇と接触するも、その器ではないと諦める。そこで鎌足りは、中の大江の王子に近づく、蹴鞠の会で出会う話は有名。共に、南口昌安に学び、 蘇我氏だ等の計画を練ることになった。中野大江の王子は、えぞ、イルカに批判的な蘇我倉の山田石川のマロ、蘇我石川のマロの娘と結婚。石川のマロを味方にし、佐伯根マロ、カツの若い向かいの阿弥タも引き入れる。そして、皇玉天皇四年、六百四十五年六月十二日、飛鳥カイタ武にて、中野大江の王子や中富の鎌足りらが、 実行犯となり蘇がいるかを暗殺。翌日には、蘇が江戸が、自らの邸宅に火を放ち自害蘇が大政に終止符を打った。この蘇が氏本州過滅亡事件をこの年の江戸にちなんで、木の富の変という、公玉四年六百四十五年六月十四日、木の富の変の直後、公玉天皇は退位し、中野大江の王子に行為を譲ろうとしたが、 それでは天皇になりたいがためにクーデターを起こしたのかと思われるので、中野大江のと鎌足りの相談の結果、皇帝、慶美子が即位し、皇徳天皇となり、中野大江の王子が皇太子になった。これは、水古天皇の時、聖徳太子が皇太子でありながら、政治の実権を握っていたことにならおうとしたと推定出ている。新たに左右の大臣二人と内つおみを置いた。 さらに、党の律令制度を実際に運営する知識として、国博士を置いた。この政権交代は、蘇我氏に代わって、権力を握ることではなく、東アジア情勢の流れに即応できる権力の集中と国政の改革であったと考えられている。6月19日、高徳天皇と中野王栄の王子は軍人を大月の家に集めて、帝都道は唯一である、暴虐、蘇我氏は中止した。 これより後は君に二世なし、真に二長なしと神々に誓った。そして、大化元年と初めて言語を定めた。8月5日、穂住区与東国に国史として使わし、新政権の目指す政治改革を開始した。これらの国史は臨時官であり、後の国史とは同じではない。それは八組からなっていたが、どの地域に使わされたかは定かではないが、第三組は、 家の方面に第5組は東海方面に使わされたと後の覆面の論考交渉から推定できる。新政権はこのような広さを単位区域にして8組の国士を東国に派遣した。金筆の性を定める。また男女の法を定め、両民、土肥の子の貴族を決める。9月には個人体系巫女を謀反の罪で処刑した。巫女は 蘇我氏の血を引いていて、イルカによって、直天皇と期待されていたが、木の富の変の後に出家し、吉野へ逃れていた。12月に戸飛スから、摂津の南波長井豊岬宮へ先頭。高徳天皇と中野大江の王子は不和となり、白地4年、653年に、中野大江の王子が、南波宮を引き払って、飛鳥へ戻り、軍心もこれに従い、 高徳天皇は全く孤立して翌年に噴出する事件が起きた。この不和の背景には、高徳天皇と中野大江の王子の間の権力闘争とも外交政策の対立とも言われているが不明な点が多い。皇太子の中野大江の王子は即位せず、母にあたる皇玉天皇が重訴して、斎明天皇となった。斎明天皇時代は安倍平府を 東北地方へ派遣して、絵図を打ち、朝廷の支配権を拡大させた。一方で、正常不安は続き、658年に、有馬の巫女が無本を起こそうとしたとして処刑された。660年、伝統的な友好国だったクダラが、当、白木の連合軍、当、白木の同盟に攻められて滅びた。661年、クダラの維新の要請に応じて、 中野大江の王子は救援の兵を派遣することを決め、西明天皇と共に自ら朝鮮半島に近い、畜死へ赴もむくが、天皇はこの地で放御する。662年、九だら最高の遠征軍は、白月の絵の戦いで、当、白木の連合軍に大敗を喫し、九だらは、名実ともに滅亡する。日本は、朝鮮半島への足がかりを失うばかりでなく、 逆に大国である唐の脅威にさらされることとなった。668年には、白木によって、高句麗も滅亡する。中野大江の王子は、筑前や対島など各地に、水木を築いて、先森や帆を設置し、大陸勢力の侵攻に備えて、東の大津群に戦とする一方、柿部を復活させて、地方豪族との融和を図るなど、国土防衛を中心とした。 国内制度の整備に注力することになる。中野大江の王子は数年間小生を続けた後に668年に即位した天智天皇を。670年に新たな戸籍、皇后年弱を作り671年には初めての律令法典である大見礼を施行している。七十一年に天智天皇が崩御すると天智天皇の同母帝である。 大天王子、後の天武天皇と天智天皇の所長子である、大友美子が不和となり、672年に人心の乱が起こる。大天王子が、後う継承権争奪戦に勝利し、大津宮から、飛鳥清見原の宮に戦として即位した。天武天皇は、改革をさらに進めて、より強力な中央集権体制を築くことになる。この大火の改新が歴史家によって、 評価の対象にされたのは、幕末の奇襲藩重心であった、伊達千尋、陸津宗,宗光のジップが、大生産天候を表して、初めて歴史的価値を見出し、それが、明治期に広まったとされている。後世の殉職については、1967年12月、藤原家の北面外堀から、己井戸市10月上、国谷は表松里、野井戸市は、 西暦699年と書かれた木簡が掘り出され軍表層に決着がつけられたとともに、日本書紀のこの部分は編纂に最初書き換えられていることが明確となったとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。